ドジャースは4日、タイガースからアンドレ・リプシウス内野手を金銭トレードで獲得したと発表した。25歳のリプシウスは2019年ドラフト3巡目でタイガース入り。昨年9月にメジャーデビューし、13試合出場で打率2割8分6厘、1本塁打、4打点をマークした。2月29日に事実上の戦力外となっていた。強肩が魅力の三塁手で MLB 公式サイトのファントリビオ記者は内野手の選手層に厚みを加えるだろうと解説した。ドジャースはメジャー出場前提の40人枠に空きを作るため、オフに左肩を手術したカーショー投手を60日間の負傷者リストに移行させた。ドジャースコンオフ電撃受けすぎだろ。DFA の選手を若手有望株ってなんだよ。しかも25歳とか。開幕時にこの名前を聞くことは多分ないと思う。電撃獲得なの？1、2週間で DFA される可能性もあるよな。リプシウスはパワーのある右打者で、メインはサード、1、2塁レフトも守れるマルチプレイヤーだから使い勝手はいいんちゃうか。内野のユーティリティプレイヤーか。まあ怪我人が出た時の海洋員程度の獲得なんかな。肩がいいみたい、足守備要員としては使えるのかもしれへんな。チームが変われば変わる場合もあるし、とりあえず見てみるのはいいと思う。この金銭トレード必要やったんか。そこまで必要性を感じないけど。超有望ってほどじゃないよな。25歳だしそろそろ実績出さんとヤバい年やん。40人枠に空きを作るためにカーショーを負傷者リストに入れた代わりに40人枠に入るんやろ。カーショーが帰ってきたらおさらばパターンか。 3A とかにもっと良い選手おらんかったんかな。それなら誰かメジャー昇格させてあげればいいのに。戦力外の選手持ってきたんかいな。なんか可能性があるんかな。まあ今年優勝してくれたらなんでもええわ。内野内の選手の負担を軽くするのが目的なんかな。何の目的で獲得したんかとか教えてほしいよな。ちょっと謎な獲得必要やったんやろうな。多分とりあえず使ってみたらわかると思う。